新型コロナ対策に力を注いだ来年度の予算案などを審議する県議会の2月定例会が今日開会しました。川勝知事は県民の命と生活を守ると力を込めました。新型コロナウイルス感染症との戦いは1年近く続いております。この国難とも言うべき危機を乗り越えるべく、感染防止対策の徹底により感染を抑え込み、県民の皆様の命と生活を守っていく決意であります。今回の県議会には一般会計の規模が川勝県政で最大の1兆3094億円となる来年度の当初予算案など78の議案が提出されています。当初予算案ではコロナ時代の先導的な地域づくりや人づくり、富づくり、持続可能な行財政運営の3つの柱を掲げ、新型コロナウイルスの対策には537億7600万円を計上しています。コロナ対策として199億5600万円を盛り込んだ2月補正予算案については明日の県議会で先に議決される予定です。静岡県が新しい時代の幕を開けるのだという気概を持って、ウィズコロナ、アフターコロナ時代の先導的な地域づくりを進めてまいります。県議会2月定例会は来月17日まで28日間の予定です。